さあ始まりましたワンファイブバイブス。さあ、はい、ということでね、はい、今あのパチパチと、ごめんなさい、これあの映像でね、多分 YouTube で流れると思うんですけど、今土砂降りの雨の中やってるわけじゃないですから、ね、ちょっとそのね、あの人間たちの手のひらを合わせた音が鳴ってるんですけども、はい、今日はちょっとね、お客様公開収録ということで、はい、はい、やっているんですけども、これ皆さんはなんか、なんか名称とかあるんですか？フィプスです。フィプス、フィプス、フィプス、あ、フィプシ、あ、おいしい、な、なに、わかんない、なんて、フィプス、フィプスね、ファイブの意味合いでフィプスの皆さんということですかね。皆さんフィプスでいいですね。はい、あ、すいません、あ、映ってる、あの、途中でしんどくなるから、そんな拍手大丈夫よ、その別に好きに、おのおの好きにしてください。はい、ということで、まあ、公開収録、なんかこの距離感でね、やるのもなかなかないっていうことでね、初めてですね。なんか それですごい緊張してたよな。はい、スガちゃん助けて、スガちゃん助けて、スガちゃんが今日は助けてくれるらしいの。そう、助けなきゃいけないほどピンチに陥るのよ、マジで。通常通りやれば別に、いつも通りの皆さんに生で見てもらうでいいですからね。ドキドキしちゃうね。ドキドキしちゃうよ、ね、ドキドキしてる女の子なんか一番可愛いんだから、それでやっていきなさいよ。可愛いか。さあ今回はフィフスの前で公開収録ということで、ワンファイブがフィフスに日頃から感じている秘めた思いをさらけ出すという企画をやりたいと思います。題してぶっちゃけフィフスへの主張。さあ、まあまあちょっと皆さんもわけわかんないと思いますが、今から私、僕がですね、フィフス役となりまして、ワンファイブの一人一人とトークをします、はい、でそこで、皆さんが思ってる思いというのを、僕が、ファン代表として、聞くので、思いを伝えてください、はい、でトーク中に僕がですね、このこちらにあるうちは、こちらがこう天使のワンファイブで、まあ、こちらに来たらやっぱもう本当にもう、あ、最高のファン対応、ありとあらゆるアイドルを煮詰めて、もうそれが人の形になったような究極の、はい、存在になってください、はい、ただここだけではございません。はい、こちら、はい、悪魔のワンファイブ、こちらの札が出たらもうブチギレ、ブチギレ、はい、もうあることないことも言ってください。ないことないこと、ないこと、もうあることないこと全部言ってください。はい、でポイントを1人が終わるごとにつけたいと思います。だからその天使のポイントだったらよりファンサービス対応が素晴らしいと、うん、悪魔の方でしたらきれい、まあまあこの思いをね、うまく伝えてる、あと毒舌のか、あの毒舌って一番、ここ一般のね、視聴者の方は、あの人いじったりとか悪口言ったりとかっていうお笑い簡単に見えるでしょ、一番むずいからな。うわぁ、言ってあげました。ものすごい技術が高いことだから、有吉さんとかあの辺がやってる技ってものすごいのよ。特にこれ男性の方多いんじゃないですか、いるんじゃないの今日もね。女性いじる際、ただ容姿をいじったりなんか変なこと言えばいいと思ってるでしょ、圧倒的な愛情があっての毒舌悪口ですから、でもその辺のそう素晴らしいニュアンスバランスを取れた方にはポイントっていうね、感じでやっていきたいと思います。まあ、ないだろうけど、こんななんか。だってこれもう、徹子の部屋の距離感、対談の距離感であんまファンの方とない、俺もないわ、さすがに芸人ですら。さあ行きましょう、グミちゃんの挑戦です、よーい、スタート。よろしくお願いします。いつもあの手紙とかくれたり、あと誕生日にアルバムとかねくれたりして、うん、本当にいつも読み返して幸せな気持ちになってます。ありがとうございます。本当ですか。はい、嬉しいなぁ。そうなんだ。いや、でもさ、なんかマネージャーから聞いたんだけど、フィフス選考の、チケットで、チケットで買えるんだけど、そこで全然買ってないらしいんです。なんかみんないつでもあのチケット買えると思ってない？思ってるよね。はい、思っています。豚です。フィフス選考でせっかく買えんだから買ったらどうなんて。選考で買うよな。買います。あとはあのグミちゃん、グ
ミちゃん、まあ、あのグミちゃん可愛いってみんな写真をいつも上げてくれて本当に嬉しいです。だって可愛いもん、ね、グミちゃん可愛いから嬉しいな。可愛いっていうのね、あの上げてくれてるんですけど、その写真がたまにめっちゃブス。はい、終了。面白い。分かった分かった。じゃあの ここの時がもうすごいスピードでまあ溜まってんだな、いろいろな。でもやんなきゃいけなかったから。いやいや、本当はずっとこうですよ。そうだよな、ベースこれだもん。ベースこれですよ。これでニコニコしてるもんな、はい、感謝してます、うん。さあということで、それぞれ天使ポイント悪魔ポイント10ポイントずつ、はい、で計20ポイントで、最大20ポイントでいきたいと思います。グミちゃんの得点は天使7悪魔8の15点でございます。やったー、悪魔の方が高かった。やっぱこのやっぱ天使中のこの笑顔みたいなと、しっかりこの感謝みたいな言われるのすごく気持ちかったし、悪魔ポイントの時のね、なんかね、すごくちゃんとした意見、もうこっちもすごい反省しようって思ったんだけど、なんかね、良かったね、怒られてる時の感じ。悪くない、ちょっとキレキャラで言ってもいいかも。なんかそんななんか嫌な気しなかった。できないんだよ、キレキャラ。ね、ちょっと悪魔バージョンの顔もう一回もらっていい？合うんだって、すごいさあ行きましょう。それでさよちゃんの挑戦、用意スタート。はい、悪魔スタート。挑戦、なんかさあの、はい、すいません。曲の時応援するやつ出してんねんけど、振り、はい、とかなんか、はい、フラッグとか、はい、なんか難しい難しい言って、はい、あんま練習せえへん人おるんちゃうかなと思って。我々の努力がちょっと足りない。全然足りてへんな思って。うちらぐらい、はい、ほんまにあの踊らなきゃ、はい、もうあかんと思うし、うん、そこみんなそれは甘いやなと思うんで、ほんまに。確かにちょっと文句ばっかり、うん、でも文句言ってもあ、でもそうやってなんか文句言ってくれるのもなんか愛だと思うし、なんか、うん、そうだね、うん、やっぱみんなほんまいつもかわいいかわいいって言ってくれるから、ほんまに自己肯定感もめっちゃ上がって、いつも愛だと思うんですけど、なんかほんまに意味わからないけど、なんかあの前着てた服とか5年生ぐらいに着てた服じゃんって言われるんですけど、結構昔の服あの着てたって言われるのめっちゃ恥ずかしくて。結構それはそうか、うん、確かにな、めっちゃ着古してるやつやな思って。確かに、うん、結構、うん、恥ずかしいと思う。なんかそうやってあの昔から応援してくれてるってことやから、それはめっちゃ嬉しくて、ほんまに嬉しいな。嬉しいだわ。何言ってんの、ほんまに。ちょ、はい、終了やめてください。もうやめてください。採点は天使7悪魔8計15点同率です。こんな、いや、あのね、やっぱコントラストがねすごくね良かった。切り替わりのちょっとあの関西弁をねうまく使って切れてる感じ出してくれ、ちょ、個人的にはもう少し強めの関西弁でも良かったかなっていうね。なんじゃこりゃぐらい言っちゃってもよかったのかな。ももちゃんなんかもうな、あれ両親が天使だっけ。なあ、いいからね、別に無理になかったら全然言わなくてもいいから。ちょびっくりしたびっくりした、落ち着け落ち着け。なあ、やばい、さすが、早く行かせろやみたいなやつ。さあ行きましょう。それではももちゃんの挑戦、よーいスタート。ティフェスの皆さん、本当にいつも応援してくれてありがとうございます。いやいやいや、もう勝手に応援してるだけです。なんかさ、ライブとかもさ、毎回本当みんな来てくれて、うん、アンケートとかでも、うん、みんなあのももちゃんのここが良かったよとか、うん、MC のこの言葉にすごい勇気もらいましたとか、うん、たくさん嬉しい言葉もらってて。当たり前じゃねえかよ、いい加減してくれよ。こっちでさ、アンケートさ、いや、くれるのは嬉しいんだけど、なんかもっとさ、ワンファイブをよくしようみたいな
しかないわけ。じゃあどうすればいいんですか。いや、せっかくアンケートっていう件を出せる場所を設けてるんだからさ、もうこれからあのワンファイブに何か気になったこととかあればさ、全然ぶっちゃけて書けばいいじゃん。どうしてせっかくそういう場設けてるのに何も言ってくんないわけ。上司だ、ね、上司にキレられてる感覚だ。ちょっと一回すいません。しかもなんか本当にあのその SNS とかでもコメントたくさんくれてて嬉しいですし、うん、ありがたいなっていうふうに。さあ、あのさ、私たちが真剣な話してる時とかに手振ってくるわけ。じゃあ、始めよう。え？ね。あ、今じゃないってこと？うん。え、わかるよね。いや、もう手を振る機会だと思ってるんですよ。いや、こっちは雰囲気作ってるわけ。なんでさ、かっこいいさ、振りの時にそんな可愛い表示しないといけないわけ。全然合ってないんだけど。え、わかってんの？その曲どういうこと歌ってるかわかってますか？はい、終了やめてください、もう。あ、すごい、はい、女優、女優、素晴らしい。あ、素晴らしいですね。本当に企業のできる人に呼び出されて、この理論的に詰められたみたいだね。なるほどね。採点は天使、天使 7.5、悪魔9でございます。刻まれた、すごい。やっぱちょっと思わずね、僕を熱くさせたメッセージ性、なんか上司系のね、切れ方っていうのはすごくちょっとニュアンスを変えてよかったですね。素晴らしい。ということで、まあ、暫定1位ももちゃんになりました。なんかこの愛嬌の塊だからさ、モノモースとか怒りとかなんかないでしょ。ない。なあ、さすがに。じゃあやめとくか。やめるか。じゃあやめとこう。やめるか。やめよう。それやめるか。ここ普通に話すかも。あ、いいよ。これもなしで話すか。駄菓子の話とかしよう。しませんよ、そんな。駄菓子ちょっとこっちでいいですわ。すいません、駄菓子の話すんなら。すいません。さあ、それではキャノンの挑戦です。よい、スタート。あー、おお、ちょっと待って。うわすっごい、あのマジで、あの私人間ね、あのいつもさ動物だと思われてるの。あのさ、何だと思ってる？ゴリラだと思ってるよね。なんで私は人間なの？見て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 、どう、はい、どうどうどう。いや、可愛らしい人だな。でしょ、ね、女の子、こっちは、はい、分かってんのって。今ゴリラみたいでした。すいません、今がゴリラみたいでした。それをやめてください。ほら、どうやって歩いてるかっていうと、なんか私はすっごいいつもなんかそうやって言ってもらえるのってもう愛だなって思ってるんですよ。なんかやっぱいじられキャラっていじられてなんぼだから、もう本当になんか忘れてるって思うが、ふざけるじゃないよって。こっちは人間だよって言ってるの。いつまで経ってもなんか子供だよみたいな。え、19歳え、分かってる？え、あのこっち、大人です。もうそろ20。もうそうです、もう大人ですよ。こっちはもうレディーなの。もう選挙権、選挙権じゃないよ、はい、レディーよね、はい、こっちはもう行っちゃって、ほらレディー、ふぉーっていう感じなの。はい、すみませんでした。分かってんの？すみません、すみませんでした。はい、そして許してください。あの、いつもなんか会いに来てくれたりコメントしてくれたり、もう、もう最高。もう何、ちょっともう一声ちょうだい、もう一声ちょっと感謝、もう一声ちょうだい。絶対に私のあの本当ここ命あるんですけど。いや、全てが命ですけど、それ弱点そこなんですね。じゃあここ命あるんですけど、え、本当にここに詰まってます。あ、詰まって、みんなが詰まってます、ね、はい。じゃあ最後、最後に改めて、だから言ってるやん、ゴリラですか。だからこっちは日本人。外国人か、これ。はい、終了。終了です。なるほどね。まあまあ、そのちょっと過度ないじりがちょっと目立つんじゃないかと。はい、そうですね。感じますか、やっぱり。そうですね、やっぱり私は日本人。あの、我々は別にあのゴリラを外国人だと思ってないので。あ、そうですよね。そうそうそう。
さあ、ということで、キャノンの得点は天使6、悪魔9の15ポイントです。下から。さあ、ということで優勝は 16.5 ポイントでももちゃんでございます。フルーツパウンドケーキを。おー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。わー、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。食べたい。美味しそう。可愛い。動物食べる。はい、これは、完全に終わっても楽屋で独り占めして食べてください。はい、食べちゃう。食べる。はい、食べる。食べる。見てもダメですよ。え、食べますよ。食べますよ。食べますよ。1位だった？なったでしょ？1位の人しか食べれないんだよ。でも1位の仲間。あ？そうだよ。1位の仲間だよ。さあ、ということで、まあ、どうでした？いい機会でしたか？はい、うん。女優になった気分。そうだね。ね、まあ、なかなかないですからね。はい、満足でしたか？どうでしたか？満足でした。満足でした。愉快です。さあ、ということで今週はここまででございます。さようなら。さようなら。